おはようございます。はい、おはようございます。今日はどうも大手さん。ここあれだよね、釣りバカ西よ。そうですね、舞台になった。はい。俺もね、久しぶりだね。あ、そうですか。うん、何年ぶりかだろう。はい。うん。なんかそこを通った時に、この船の前の道路を通った時、あ、大手これだ。それで思い出した。あ、そうですか。うん。いや、今日はマダイ5目っていうことで、そうですね。ただマダイよりもワラサが多いっていうから、はい。マダイがいいね。やっぱマダイを釣りたい。そうですね。そう思っております。はい、まあ、ちょっと寒いけど、はい、頑張って釣りたいと思います。はい、よろしく。頑張ります。止めてください。で、餌が取られてるようなのもうちょっと上上げてみてください。一つ二つは上上げるような感じでやってみてください。で、この背はガチャガチャ巻くんじゃなくて、この背を切らさないようにしててください。だから、バンバン振っちゃうんだったら、もうどんどん早めに上げてこなきゃダメだし、でだから軽く適度に振りながらね、適度な待ち方をして、ダメなら上げてきてっていうような感じで。でかいです。
疲れ様でした。いやー結構渋いったね。まあでも4キロのとりあえずワラサを釣りました。マダイはねなかなか、後半頑張ったんだけど、なんか一回ねいい当たりがあったから、あれはマダイ、ひょっとしたらマダイだったかもしれないけど、まあ釣れませんでしたが、まあ4キロの、ワラサが釣れたってことはいいんじゃないかな。脂が乗ってとても美味しいワラサだと思います。どうもお疲れ様でした。はい、まあ釣りはねそのいつ来るかなっていう、それは最高なんで、また今年もそうですが来年も今年も、頑張って釣りをしたいと思います。じゃあマダイもまたのっこみどころにもう一回行きましょうか。そうだね、3月4月とか3月4月にねマダイがよく釣れる時に今度マダイを狙いに行きたいと思います。はい、じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。